GDP と平均年収について、まあ、お話しくださいというね <laughs> ことなんですけども、えー、GDP が、ね、500兆とか600兆とか言われてますけども GDP がどうあろうとも別に自分の年収上がっってていれば関係ななでですすかってことなんですよ GDP が、ね、いくら順調で、はい、1000兆円になりましたって言ってもでも自分の年収が、まあ、100万とか200万だったら全然乖離したことになりますよね。と同時に GDP が別にね400兆でも300兆でも自分の年収が2000万3000万だったら別にどっちでもよくないですかってことなんですよ。そして GDP が細かく分かれて細胞分裂して一人一人の年収になってるわけじゃなくて私たち一人一人の所得の合算がその一部がね GDP になっていくってことを考えたら GDP が先行してるんじゃなくて私たちの、うん、活動が先行してるんじゃないかなとこれが国民主体だというふうなことだと思いますけどね。 それから平均年収についてですけどもその平均年収もねかなり曖昧な数字なんですよ、まあ、例えばね平均年収の中にじゃあ無労働の方の数値は上がってますか無報酬の方の数値は上がってますかってことどうですかね説明できますかねそれから週に1日だけしか働いてない方週に3日働いてる方1日に3時間働いてる方1日に10時間働いてる方うん権利収入で稼いでる方ね それから不動産所得で稼いでる方労働で稼いでる方さまざまな労働形態がある中での平均年収でしょなななんんか当てにならないような気がするんでするでけどもね。だから業界ごとの平均年収とか年代別の平均年収とかもうちょっとね自分の置かれてる事情に合わせた平均年収にフォーカスしていかないとその平均年収自体全く自分と関連性がないもしくは低いってことになるんでうんまあ、それを論じてもしょうがないのかなと思いますけどもね。 結局、日本人の平均年収は420万とか言われてますけども、それより高いからって言って優越感に浸ったり、低いからといって、なんか実態とかけ離れてるねって言って、全くね、意味のない論争に入ることになると思うんですよ。一体何に使うんでしょうね、この平均年収っていう考え。はい、じゃあ以上でございます。